平方か T サイトは大阪府平方市にある複合商業施設百貨店である。本記事では平方か T サイトの各テナントであり、つたやの1号店であるつたやまいが駅前本店と平方かたつ書店、並びに2012年まで当地に存在した近鉄百貨店平方店についても記述する。カルチュアコンビニエンスクラブの運営する T サイトは大館山。 湘南に続く三店舗目であり、関西初出店である。街のリビングをテーマに、外観にガラスを多用した。また、別館として、アネクシーアネクシーがある。2017年に、第37回大阪都市、景観建築賞審査員特別賞。2019年には、第60回、BCS 賞を受賞。閉店カウントダウン看板かつて当地には、 近鉄百貨店の運営する近鉄百貨店平方店があった。1975年4月1日に株式会社平方丸物運営の平方丸物として開業した。しかし、2年後には親会社の丸物の筆頭株主である近畿日本鉄道のグループ店として株式会社平方近鉄百貨店運営の平方近鉄百貨店に解消。 1998年に運営会社が株式会社、近鉄百貨店へ吸収後、閉店までは、近鉄百貨店平方店として営業していた。京阪平方市駅南口の再開発に関しては、1971年9月に、平方市議会での可決を経て決定した、市街地再開発事業に関する条例に基づいて行われた。業務ビルと、 商業ビル、レジャービルの3棟からなる再開発事業は総工費72億円で、2号棟は1973年2月10日に着工され、1974年12月に完成した。当時百貨店誘致をめぐっては、賛否が割れ、ビジネスホテルなど百貨店以外のものにすべきとの意見も出た。平方市には、平方市駅南口再開発事業により、 百貨店誘致反対に関する請願が出されるなどの混乱があった。その後、最終的には請願は取り下げられ、用途を百貨店に限って1973年12月1日から12月15日まで一括分上による公募が行われた。株式会社マルモの、株式会社、ミチ西部百貨店関西株式会社の3社が申し込み、審査の結果、 丸物に決定した。なお、譲渡価格約4 0億2800万円である。市駅前開発事業の途上で、権利者の一人が、サンプラザ2号無根建設予定地の真ん中に、家屋をそのままに立ち退きを拒否した。そのため1973年8月31日に、同年10月一日を期限として、土地の明け渡しを請求したが合意に至らず、 同年10月4日に大阪府知事宛に行政大執行を請求。同じく10月22日に行政大執行会国書を発送し、同年11月1日には行政大執行令書を発送した。そして1973年11月6日に行政大執行を行う予定であったが、直前となる11月5日深夜に、 地権者との自己移転での和解が成立。翌11月6日午前中に地権者が自己移転するのを待って午後に解体除去を行った。また、市駅前開発事業の交渉において権利交換方式を採用したため、1973年9月28日にはサンプラザ2号棟8階に南北2つの住宅を建てることを認可している。 そして、サンプラザに豪ねの土地、建物には屋上に住宅を所有する個人を含めて、近鉄百貨店以外に所有権者が10名近く存在していた。1975年4月1日午前10時30分に、平方丸物として開店。運営会社は株式会社平方丸物で、平方市駅前再開発事業によって、 京阪本線平方市駅南口に建設された、平方、サンプラザの2号棟に出店した。当初は、大阪と京都の中間という特性を考慮し、大型商品を切り捨てて、日常生活に密着したファッション商品を中心に、した、中型郊外型百貨店を目指した。開店時のキャッチフレーズは、お買い物を生かすファッションデパート。 開店初日の来客者数は10万人。開店1ヶ月間の来客者数は平日平均2万人、日曜祝日4万人、売上は9億6千万円であった。丸物は1966年4月に近畿日本鉄道の資本参加を受けており、当店の開店を決定する過程ではすでに近鉄グループ入りし、京都店と岐阜店を残して、 遠隔地の店を売却するなどのリストラを講じていた。しかし、中林君長の決断で1977年5月27日、丸物から京都近鉄百貨店に社名を変更し、当店も平方近鉄百貨店に改称した。1980年の年賞は85億円だったが、1984年には、 年商140億円となりそれまでの累積赤字が一旦消滅。そして1986年には法人として創業以来初めての配当を出した。また、ピークとなる1997年2月期には199億円の売上高を記録している。百九十八年九月一日、株式会社近鉄百貨店が株式会社ひなかた、 近鉄百貨店を九州合併。それに伴い近鉄百貨店平方店に名称変更した。もともと平方市駅前地区は商業激戦区であったが長崎や平方店や三越平方店の閉店ビオルネの運営会社の民事再生法申請など沈下が指摘されていた。そして 2011年9月21日、近鉄百貨店は2012年2月29日をもって、平方店を閉店することを発表した。近年の近鉄百貨店平方店の売上高は81億2500万円で、消費環境の悪化や競合の激化によりここ10年で半減していた。このため、近鉄百貨店は経営改善は難しいと判断。 平方店の閉店を発表するに至った。2012年2月29日、閉店予定時刻となる午後7時を過ぎると店頭では、花が配られ、その後、羽が勝店長による、閉店の挨拶が行われた後、午後7時30分に、閉店した。これにより丸物を名乗った、百貨店はすべて閉店し、丸物をルーツとする百貨店も、近鉄百貨店草津店。 つまつびしのみとなった。営業最終日の来客者数は、通常の4倍以上となる2万2000人で、閉店売り尽くし、セール期間中の売り上げは40億円だった。なお閉店後も3月14日まで1回正面に入り口内に、問い合わせの窓口と、近鉄友の会の解約を受け付けるカウンターが、設置された。開業時のフロア構成、閉店時のフロア構成、 近鉄百貨店は2011年12月28日に、平方店が入居する、平方、サンプラザ2号棟の土地建物のうち、近鉄百貨店が所有する部分を、スパイラルスターグローバルパートナーズ株式会社に、譲渡すると発表するとともに契約締結した。譲渡価格は公表されていない。引き渡し予定日は2012年6月11日。 これに伴い、2012年2月期第3四半期に、連結で4億1800万円、個別で3億8900、1 0万円の、減損損失をそれぞれ、経営構造改革費用として、特別損失に計上することも合わせて発表した。上と先のスパイラルスターグローバルパートナーズはツタヤを、運営する、CCC の社外関西役である、武田船が、 代表取締役を務めており、CCC 代表取締役、マスダ・ムの近親者が、議決権の100%を持つ、株式会社総通のグループ会社として扱われている。このため、CCC とは直接の資本関係や人的関係は、ないが、近鉄百貨店後に、ツタ進出家との報道が一部で出ていた。 2013年9月頃には跡地に建設される建物のイメージ図が現地で公開された。百貨店の建物は2014年夏頃までに解体されてさら地となり、その後は跡地に建物の建設が開始された。2015年10月に NHK 総合テレビのプロフェッショナル仕事の流儀に出演した CCC の増田 CEO が言及するなどして、 ツタヤが T サイトをオープンさせる予定であることが明らかになった。2016年5月16日、予定通りをオープンした。CCC が運営する書店、レンタル店大手のツタヤは1983年3月24日に、平方市の大和ビルに1号店を開業させた。当時の店名は、ツタヤ書店平方駅前店で、 ブランド変更の後、津田山江型駅前本店となった。ちなみに当地には現在、餃子の王将平方駅前店が入居している。かつては十数年ごとに移転しており、創業店舗である、平方駅前デパートを川切りに大和ビル、L 平方、平方デパートメントビル、旧三越平方店後、L 平方の三観の順で移転してきた。上記の通り。 平方 T サイト開業以前は、レンタル館、物販館、ゲーム館の3館を構えており、ゲーム館を除き平方 T サイトに移転。書店部門は、平方かたつ書店に、ブランド転換を行った。また、書店部門の内コミック売り場は、旧物販館の建物に、コミック館として引き続き販売していたが、2017年2月17日に、 リソナ銀行平方支店旧店舗を改装した、ツタヤアネクシー内へ移転した。同年4月24日、ゲーム館を閉店。平方市駅北口のビオルネにはこちらも地元の書店で、ある、野村古文堂や、コミック等の取り扱いも行うアニメートが、出展しており、競合相手となっている。アネクシーアネクシー現在の法人は、近鉄グループホールディングスに相当する。 丸物の後ろ身京都近鉄百貨店の経営危機器を救済するための基盤強化が目的だった。百貨店に限定しなければ、パルコとして、池袋パルコが営業している。丸物冒険の丸絵やその子会社だった。ほの国百貨店も2020年までに閉店しており、現存しない。ビル管理会社で、発起人には株式会社平方丸物が設立された。当時、 代表取締役だった長岡工事も含まれている。レンタル部門、ゲーム館、コミック館は、ツタヤブランドのまま存続しているため、ツタヤ前待機前本店は現存しないという記述は誤りである。近鉄百貨店平方店に関するカテゴリー、ありがとうございます。